大作品とみなされているボッティチェッリの傑作、プリマベーラ。パラスとケンタウロスは、正規ルネサンスのイタリアの画家サンドロ・ボッティチェッリが1482年、頃に制作した絵画である。油彩。主題は上翼に勝利する締結の象徴としての、ギリシア神話の女神、パラス・アテナとされている。プリマベーラと、ビーナスの誕生、ビーナスとマルスと共に、ボッティチェッリを代表する。 神話がないし偶意画の一つで、形状は異なっているが、プリマベーラの大作品と考えられている。かつては、ロレンツォ・デ・メディチのために制作されたと考えられていたが、現在はシンシの発見により、プリマベーラと共にロレンツォ・デ・メディチのまたいとこにあたる、ロレンツォ・ディッピエル・フランチェスコの所有する絵画であったことが、判明しており、この人物のために制作されたと考えられている。現在は、 フィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている。パラスとケンタウロスを発注した人物は、ロレンツォ・デ・メディチと考えられており、制作の背景となった出来事として、大きく二つの説が指摘されている。一つは、パッチ家との対立から発展した、パッチ戦争が挙げられる。1478年、パッチ家の陰謀により暗殺されかかった、ロレンツォ・デ・メディチは、徹底的な報復を行ったが、 これに、教皇シクストゥス4世が反発したことで、パッチ戦争が起きた。この事態を収めるべくロレンツォ・デ・メディチは1480年に敵対していたナポリ王国に赴き、和平を結ぶことに成功している。ボッティ・チェッリはこの出来事を偶意的に描いたのではないかという。もう一つは1482年のロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコとセミラミー・デ・アッピアーノの結婚式であり、 ロレンツォ・デ・メディチによって結婚を祝うために発注されたのではないかと言われている。両者の父親ピエル・フランチェスコとピエロ・デ・メディチはいとこであり、ピエル・フランチェスコが早くに死んだために、ピエロ・デ・メディチは彼の意地であるロレンツォ・デ・ィ・ピエル・フランチェスコと序盤に兄弟の後見人となり、息子ロレンツォ・デ・メディチやジュリアーノ・デ・メディチと共に養育した。従って両者は親しい間柄にあった。 もっとも、この具意的な神話画の発注者を、ロレンツォ・リピエル・フランチェスコ自身とする見方もある。彼は、フィレンツェにおける新プラトン主義的な人文主義サークルで、あるアカデミア・プラトニカの中心人物であった、マルシリオ・フィッチーノに学んだことがあり、今位の間柄であったことが、書簡からわかっている。制作時期は、通常、絵画の様式から、プリマベーラの制作と、 同時期の1482年、または1483年頃とされ、ボッティチェッリがフィレンツェとウンブリアの画家たちと共に、教皇シクストス4世に招集されて参加した、ローマのシスティーナ礼拝堂の装飾事業から帰国した直後の作品とされる。これと関連して、本作品のケンタウロスの特徴は、ボッティチェッリがシスティーナ礼拝堂に描いたフレスコ画の一つ、 モーセの試練に近いことが指摘されている。絵画の着想源とも言われる、フリウス・ディオニシウス・フィロカルスの354年の小読みの通り屋を擬人化した図像。髪を掴まれたケンタウロスは顔をしかめ、パラス・アテナの顔を見返している。ボッティチェッリは湖の前に立つ二人の人物像を描いている。画面の左側には弓を持ち、矢筒を肩にかけたケンタウロス。 右側には、成功なハルバードを持つパラスアテナが描かれている。女神は、ケンタウロスの髪を掴んでおり、ケンタウロスは顔をしかめて、パラスアテナを見返しているが、パラスアテナ自身はケンタウロスを見ておらず、どこか遠くを見つめている。彼女のドレスの布地には、メディチケの三つないし四つのダイヤモンドの指輪の、 紋章がデザインされており、メディチ家のために制作された絵画であることが確認できる。彼女の体や腕あるいは頭部には王冠として月桂樹あるいはオリーブの枝が絡まっている。彼女の背中には盾があり、足には川のサンダルを履いている。ハルバードは特に大きく精巧な作りで戦場で使用されるものではなく保証が運ぶ武器であることから、 パラスアテナは見張りの役目を果たしていると考えられる。背景に、野らが描かれ、二人のいる空間が特定の区切られた領域として描かれていることが、その傍傷となる。つまり、ケンタウロスは入る許可が降りていない領域を無断で、侵犯したと考えられる。しかもケンタウロスの左手の中指が折れ曲がったままになっていることは、ケンタウロスが弓の張り具合を確かめ、 矢筒から矢を取り出そうとしていたことを表している。そしてまさに矢を放とうとした瞬間に、パラスアテナに捕らえられたと考えられる。この実物大の大きさで描かれた古典神話に由来する二人の人物像はおそらく、偶意的な意味が与えられている。パラスアテナは主要な神格であり、知恵と戦い、芸術など多くを旬語する、諸女女神である。一方、ケンタウロスは、 制御されていない情熱、欲望、感能性に関連しており、従って絵画が少なくとも情欲に対する締結、理性の勝利を表していることは明らかである。女性像は最も初期の記録である1499年の目録ではカミラと呼ばれていたが、その後の1516年の目録ではローマ神話のミネルバと呼ばれている。ミネルバは一般的にギリシア神話の女神、 パラスアテナと同一視されている。ただしパラスアテナに特徴的な鎧と兜アイギス、ゴルゴンの首といった要素が欠けている。美術史家アーサー・フロシンガムはフィレンツェの象徴である女神フローラであると示唆している。対照的にカミラはウェルギリウスのアエネイスのみに登場するローマ神話の女性で処女の女カリュードとなるために亡命した父である。 メタブス王によって森で育てられたと語られている。アーサー・フロシンガムは、ボッティチェッリの着想源は、教皇ダマススイッセイの秘書である、フリウス・ディオニシウス・フィロカルスによるローマ歴の354年の暦の図像であった可能性があると主張した。354年の暦は、槍と盾を持ち、弓と矢と共に描かれている男性の人物像の神を、 つかんだ女戦士として擬人化された通り屋の街を描いている。女性像より小さく描かれた男性像はまるで彼女の手から逃げようとしているようであり、二つの作品は非常によく似ている。ハルバードを持つパラスアテナは制御の効かない欲望に突き動かされるケンタウロスを捉えている。ゼウスの額から生まれた女神は知性を象徴する。一説によると本作品は パッチ戦争の後にもたらされた平和を偶意している。ロレンツォ・デ・メディチがパッチ戦争を終わらせるために大胆にもナポリ王国に乗り込んだ時、パッチ家への報復を得ていた。そこで、ロレンツォ・デ・メディチは本作品において、ケンタウロスによって表現されるパッチ家の無法に勝利するパラスアテナとして表現されているというものである。メディチの紋章のボールのイタリア語はパレであり、 彼らの支持者がしばしばパレスキと呼ばれていたことは政治的偶意とする解釈の妥当性を補強する。このように本作品はパッチ戦争と関連づけられて政治的偶意がとみられることが多かったが近年はルネッサンス期のシンプラトン主義者マルシリオフィチーノの人間の魂の観念と関連付けて解釈する説が有力視されている。 主な根拠としては制作推定時期がフィチーノを中心とするアカデミアプラトニカの最盛期と重なっており、偶意的なボッティチェッリの神話画に影響を与えたと考えられることが挙げられる。フィチーノによると人間の魂は定時の魂と工事の魂に分けられ、前者は肉体や感覚と密接に結びつき、獣と共有している。これに対して後者は、 人間固有の理性と神と共有する知性からなるが人間の魂と言ってもよい。理性は定時の魂と知性を結びつける役割を果たし、それゆえ肉体や感覚、感情に囚われることも、それに打ち勝つことも可能となる。ビーナスのその主営であるヘルメスの視線の先に本作品が飾られていた。ビーナスの頭上を飛ぶキューピッドが狙いを定める3。 美神の中央の女神はヘルメスを見ている。ビーナスの園に侵入したゼピロスの地上的な愛で、クローリスは女神フローラに変容する。ウフィチ美術館に所蔵されているボッティチェッリの素描。資料によると、パラスとケンタウロス及びプリマベイラはロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコの宮殿の寝室の控室にかけられていた。プリマベイラは控室のソファーの上に飾られ、 パラスとケンタウロスはその左側の扉の上に掛けられていたため、プリマベーラの画面左端に描かれた虚空を見上げるヘルメスの視線の先にパラスとケンタウロスがあった。この室内における二つの絵画の配置と構図上の関連性には意味があると考えられ、この二作品をフィチーノの人間の魂の観念に照らし合わせると以下のように解釈できる。プリマベーラの 画面右端に描かれた西風の神ゼピュロスは奔放な情欲を表し、下方への運動が見て取れ、地上的な情欲に囚われていることがわかる。しかし、ゼピュロスの地上的な愛で、クローリスは春の女神フローラに変容する。画面の右側では、地上的、肉体的な情欲からの離脱が三美神の中央の女神によって表されている。 女神の視線の先にはヘルメスがおり、さらに、ヘルメスの視線によって、知性と締結を具現する、パラスとケンタウロスのパラスアテナへと導かれることで、地上から離脱した理想的な愛への変容が、完成することを表現している。最後に、パラスアテナが垂直に持っているハルバードは、神の知性へと至る天上世界への道を指し示していると考えられる。 ロレンツォ・デ・メディチからの結婚祝いとして制作されたとするライトバウンは夫婦の定説の具意としパラスがロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコの花嫁セミラミーでアッピアーナの肖像画である可能性を指摘している1499年の目録は本作品とプリマベーラの所有者がロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコでありフィレンツェにある彼ら兄弟の宮殿の寝室の 機械室に飾られていたことを記録している。16世紀後半には、ベッキオ宮殿に飾られた。1638年には、プリマベーラと同様に、ビラメディチディカステロにあり、その後ボッティチェッリが流行しなくなり、主に歴史的関心の対象とみなされた1830年まで、ピッティ宮殿にあった。絵画は、その後、1895年に、フィレンツェに住んでいた。 イギリス人の画家ウィリアム・ブランデル・スペンスによって、ピッティ宮殿の控室の一つで発見されるまで、ほとんど知られていなかった。絵画が、ウフィチ美術館に収蔵されたのは1922年で、ある。もともとは遺体であったと思われるが、キャンバスに移し替えられている。ボッティ・チェッリのパラスには三つの素描があり、絵画の初期のアイデアを示している。可能性があるにせよ。 最終的な図像に非常に近いものはなく、すべてたった一人で立っている人物像の研究と思われる。うち二つでは、女性像は大きなオリーブの枝を運び、ヘルメットを握っている。これらの素描はそれぞれ、ウフィツ美術館、オックスフォードのアシュモレアン博物館、ミラノのアンブロジアーナ絵画館に所蔵されている。ありがとうございます。